アレルギー疾患などの異常な免疫反応には必ず炎症反応が伴います。本来免疫とは高分子物質や病原微生物に対する防御機構です。皮膚や粘膜に備わっている非特異的防御で対処できない場合に、リンパ球を中心とした特異的な防御、いわゆる免疫によって異物を排除します。異物、つまり抗原となるのは主に異種タンパク質、花粉、毒素などの高分子物質と、ウイルスや細菌、真菌などの病原微生物です。さらに生体内異物、例えばがん細胞などの自己の変異細胞、また臓器移植などの移植片も防御を目的とした免疫反応の対象となります。しかしアレルギー性鼻炎、いわゆる花粉症のように免疫の異常が起こり生体に好ましくない状態を引き起こす場合があります。花粉症患者ではマスト細胞に IgE 抗体が数多く付着しています。ここに抗原の花粉が結合してマスト細胞が活性化し、ヒスタミンなどを放出します。ヒスタミンなどによって炎症反応が引き起こされ、粘液が過剰に分泌され、粘膜の浮腫などが生じます。そのためくしゃみ、鼻汁、鼻づまり、また目のかゆみ、咳などが起こります。アレルギー性鼻炎のように IgE を発端とする過敏症が1型アレルギーで、他に気管支喘息やアトピー性皮膚炎、食物アレルギーなどがあります。アレルギーには他に IgG などの抗体が細胞を異物と認識して細胞障害を起こす2型、抗原と抗体の複合体、いわゆる免疫複合体が組織に沈着して組織障害を起こす3型、抗原で感作された T 細胞やマクロファージが組織障害を起こす4型があります。なお関節リウマチは自己免疫を原因として3型アレルギーの状態が引き起こされ、炎症が全身の臓器に現れる抗原病といえます。